モータースポーツの最高峰 F1 に挑戦し続け、一方で新しい時代のスポーツカー NSX を作り上げたホンダが、また新しい夢を形にしてしまった。 CRX デルソル、パワーユニットこそクラス最強の 1.6 リッター VTEC を積むデルソルだが、走る車として支持されてきた先代と大きく違うのは、なんと屋根が取れてしまったこと。しかも電動トップだから驚いてしまう。走ることが何よりも好きな CRX、 いやホンダファンにとって一体これは何を意味するのか。92年のホンダ特集は、まず CRX を見ることから始めることにしよう。当然今回の注目度ナンバーワンは170馬力になった3ドア SIR だ。スタイルは先代モデルのイメージを残しながらも、よりエネルギッシュに変身。走りもかなり期待できそうだ。バリエーションはホットバージョンの SIR、 それに快適装備をつけた SIR2、 今回から AT も登場で超注目グレードだ。じゃなくて下のトルクも上げてますんで、実際上は逆に言うと車がエンジンがフレキシビリティがあるというような形になっているということでございますので、むしろ扱いやすくなっていると見ていただければいいんじゃないかと。04は軽いシビックの方がちょっと速い。